さんのお父さん役なんですけど、私の娘も、ね、来てますので、ちょっとお呼びしたいと思います。はい、それでは呼びます。マーシュ・アヤちゃん。拍手。どうぞ。はい。撮りますか？はい。どうぞ自己紹介を。お願いします。マーシュアイちゃん知ってる方いますか？よく覚えて、あ、知ってる。ありがとうございます。あ、すみません。誠じゃないですか。この格好はスペクターのね、誠ですね。マーシュアイちゃんはですね、あのですよ。去年の夏にですね、マクドナルドで、はい、CM でご覧になった方いらっしゃいますよね。ね。マク。うん。大丈夫か、はい、出演してました、うん、出演してましたね。あのマックシェイクですね、うん、それのマクドナルドのなんてこんな可愛い女の子がいるんだろうって、そういう口コミで、はい、出てた方ですよね。あーって思い出した方いますかね。あ、そういえばマクドナルド去年マックシェイク、ね、出てたないですか、うん、ではまあ そういうね、私の、スペクターのですね、娘クロエという役ですね、私がダントンというね、方のお父さん、あのお父さん、あのスペクターのお父さん役でね。で今度仮面ライダーがですね、これなんですよ。これアイコン入りのね、これあのブルーレイなんですけど、 DVD と4月19日出ます。皆さんね、私たち2人出演してますので、ね、ぜひ買って予約して買っていただきたいなと思っておりますので、ぜひね、買ってください。あの DVD とね、ブルーレイがで撮影してですね、どうですか、あの出てあの親子の役なんですよね、うんうん、で撮影どうでした、楽しかったですか。楽しかったです。あ、どういうところが楽しかったですか。すごいですよ、クレイさん。もう本当にあの監督がね、あのいろいろとこう指導していただいて、本当あのなんかあの人をこうなんかこう怒ったりとかしたことあるのって言われて、ほんまにあるんですか。あるけどあんまりないですか。人をこう攻撃するようなああいうそういうあの役だったので、お父さん私をね守るためにですね、敵に戦って迎えに行くっていうシーンを撮るんですけど、なかなかあの優しいので、もっともっと怒れとか監督に言われて、何回ぐらいやりました？結構やりました。何回もやりました。でも最後はね、いいシーンが撮れてこれに入ってますのでね、ぜひ見てほしいなと思ってますね。はい、で ね私もあのすごくこの撮影楽しかったんです。あの楽しくて、やっぱりあの大変だったのはやっぱ濡れ場のシーンですね。濡れ場、あの雨の中でこう演技をするってもうすごいですよ。もう放水場、放水、雨を降らせるんですね。でその中でこうザーってやって、中でもびっちょびちょになりながらやるっていう撮影をするっていうところで、あの一人私のもう一人 あの妹がいるんですけど、妹じゃない娘がいるんですけど、溺れてましたから、あれ雨にもう気絶して倒れてる、こう上から雨がもう容赦なくこう出てきて、耳の中とかね、もう 目とか鼻とかもびちょびちょになって、パッと見たら気絶してましたか、本当に、ね、そのぐらい大変な濡れ場のシーンでございまして、はい、大変だったんですけど、まあでもすごくいいシーンが撮れてよかったと思いますね、はい、ありがとうございます。愛ちゃん、あのでこれあの、まあ、DVD もね出るんですけども、ね、4月19日でございます。飼育の日ね、飼育の日でございます。覚えてくださいね。3日後ですからね、3日後ですね。あやちゃん最近はどうなんですか。最近はどんな仕事。
見てみてください。セブンティーンです。セブンティーンです。はい、私です。はい、そして、はい、新番組の、はい、賢者ハビウスの定理という、はい、バラエティーバラエティーの情報バラエティーの番組に裏の声で出演してます。お、よかったら見てください。レギュラーですね。天の声です。はい、はい、いやでも楽しみですね。はい、ということがありますのでぜひね、チェックしてください。で、あとですね、今日はですね、もう一人スペシャルゲスト、私の息子が来ております。息子といえば仮面ライダースペクター誠さんだよ。変身ポーズやってくれないか。私のために、みんなのために。拍手。まだないか。もう一つ拍手はないか。誠、みんなのためにやってくれないか。ありがとう、誠。こういうシーンも入ってますので、ぜひ買ってください。ということで、このスペクター誠を含めて、これから写真撮影大会。了解です。じゃあちょっとここから写真撮影会を行いたいと思います。宝くじ売り場の近くのところにですね、